件の続報です。警察関係者の話によりますと、今回の事件は教会に恨みを持つ者の犯行との見方が強まっていまして、以前から何かと問題が取り立たされている教会の実態が大きく問われることになりそうです。全国規模で爆発的に信者を増やしていたゼロ教会のニュースです。先日の本部爆発事件によって、教会が解散の危機に直面しています。詐欺行為が行われていたり、また家族ごと拉致監禁するといった犯罪行為が行われて、警察は本格的な捜査を開始しました。全国にある教会の関連施設に対して強制捜索を行うとともに、現在行方をくらましている教祖の所在を追っています。いつかマリア様を見つけるのよ。約束よ。ジーザスキリストを馬鹿にするやつは主よ、おやつ！マリア、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 マリア。どうした？ちょっと。あ？サソリさん？サソリさん？おい！おい！サソリさん！サソリさん！おい！サソリさん！